結構前に、スボスの部屋の前についてしまって、で、まあ配信のタイミングちょっと伺ってたんですけど、やべ、今日だな、みたいな流れになりまして、さすがにラスボスはさ、みんなと行きたいじゃんって思って。じゃ、そうなのよ、驚くほど進んじゃってんのよ。いや、マジかっこいいよ、このボス。かっけえ、このラスボス。広範囲ね。ビタ付きでもいいのかな。ほれ、終わりだと思うじゃん。ラスボスは一回戦いました。ラスボスだと思わず入って戦いました。でやべっと思って配信でやんなきゃと思って、そっからはやってないですね。この子の動きは俺あんま分かんないんだよね。いや、一発で勝つのは不可能だと思うな俺。もうね、すごい。さっきのボスの風情はもうなくなった。うわ、何これ、何これ、おお、何だこれ、おお、なんだなんだなんだ、何が来んだこれ。これがエルデンリングの王となる。いったー、わかんないよ。これさ、俺さ、めっちゃ強いさ、技みたいなの、獲得してるんですよ。それや、試してみてもいいかな？めっちゃ軽く高え、これ。いった、これ避けれねえんだ。俺は霜を踏み続けるぜ。強い気がする、これ。おお、それ隠れるのずれんぞ。これ俺分かんなかったんだよな。俺の味方に全部行く、かわいそう。ごめんな。ちょっと待って、待て、なんだこれは。あ、ふざけんな、これ余計切れねえって、こんなの。無理、お前何言って。何こいつ。なんかさ、永久追尾型攻撃みたいなのなかった？火力でご利用すんだ。我々は強い。待て、それボスに気がする。待て。なんだあの技マジで。で、これを一発避ける。霜踏む。避ける。いた。ソーリー、調子乗った。まあまあまあ、ラスボスなんでそう簡単に。まあごめん、まあみみみまあまあまあ人間だもの、ミスはあるさ。同じミスはしない。どうも、山田涼介です。お前、攻撃パターン、なしじゃねえ。範囲広くないこれ、あー、俺の、映し見がー、俺の映し見を、いじめろ。待て。あー、やめてくれ、アジよ、アジ。マジで攻撃パターンが、バリエーションがすごいですね。エビ人間さん。でかい。ここでキール。キール。あ、ちょっと待って。なんかやばい気がするよ。一旦ね。一旦ね。
待て、おっとっとっと、出た、永遠追尾型攻撃。痛い、あ、死んだな、これ。これさ、一体誰がどうやって避けれるんだって話じゃない？あんなの無理じゃね？あ、もうこいつに絡んできてる。最後なーにそれ、なにこれ、なにマジでさ、これほんとマジマジで強い、これマジで強い、これどうやって避けん、誰か教えて。これどうやって、避け方あんのかな、走った方がいいのかな。来るよー、追尾型が。走って避けれる奇跡、走ればいいんだ。なんだなんだ、わからん。とりあえず離れ、わかんないものは離れよ。これなんだよマジで、いつまで追いかけてくるつもりだ。終わったな。うまい、うわー死んだ。ギリギリで生きていたいから、あーあーのやつだこれ。これはそのタイミングでの、これはダメじゃねえか、これはダメだよ、聞いてないもん俺。でもだいぶいいんじゃない？分かってきた、君の攻撃が。僕前半霜踏みゲーミング、後半気合で避けろ。それよ、霜踏み。バカ俳優ダメージ。何これ、マジでわかんない。痛く出るだろこれ。たた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 た
あ、死んだ。あっぶねえ。死んだな。マジで、こいつの勝ち方誰か教えてくれ。何パターン攻撃パターンがあんだ。俺は見切った。終わった。倒した。沼るってやつか。だーマジわかんねえ。あ、これ一発アウトな気がする。あーすんごい減り方。欲張りすぎた。なんだ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 、何を食らってるかがわかりません。マジだ、あれが一番嫌いかも俺。本当に避けれない。あ、でもなんか届いてなくない？届くのかい急に。なんだよお前、本当にやめろそれ。でかい光やめろ、長いんだって。あ、つけてくだとーい。いけそうな雰囲気出てきてる。油断してるな俺。ヤマトビだぞ。うん、ここ、うん、ここ。ヤマトビは得意だったのに今まで。だった。あー来る、理不尽攻撃だー。回復薬がなくなりました。先輩、意味がわかりません。マジこれ何垂れてるかわかんないんだよな。避けるとかじゃなく、あ、いきなりそれ来るんだ。止めていただきたい、止めていただきたい。ほか、だよ。ペルナ焦らなければいける。なんだこれ。いやこれはマジで避けられん。あー来るぞー、理不尽なゲームが。レレレ
急に引き引きビビんなビビんな引っ張ってくる。私が王だ。ラーボ。こういうポーズしてる。こういうポーズしてる。さ、みんなでエンディングいくか。The battle is over, I see. はい、終わりました。ありがとうございました。手4つある怪力じゃん。My fair consort eternal.あ、60時間だ。60時間。終わったね。エンディングは。